デネブは白鳥座アルファー星、白鳥座で最も明るい恒星で、前天21の一等星の一つ。こと座のベが、ワシ座のアルタイルと共に、夏の大三角を形成している。夏を代表する恒星の一つ。西暦1万年の前後数世紀には、北極星になると予測されている。1.21等から1.29等の範囲を、 変更する白鳥座アルファ型変更性のプロトタイプ。眼視観測では明るさの変化はわからない。質量で太陽の15倍、半径は108倍、高度も太陽の54,400倍以上と構成としては非常に大きくて明るい白色超巨星である。同じく夏の大三角を形成するベガやアルタイルは質量や半径が太陽の2から3倍程度。 高度も太陽のせいぜい数十倍程度であり、夏の大三角の中ではデネブだけが突出している。三つの星が肉眼でほぼ同じ明るさに見えるのはデネブだけが太陽系から極端に離れているからである。仮にベガの位置にデネブがあったとすると、金星の最大高度よりも15倍も明るく、三日月とほぼ同じ明るさの天光源で見えることになる。 年収しさが非常に小さく観測が困難なため、距離は1500から2500光年と推定されてきた。1989年から93年にかけて、欧州宇宙機関が実施したヒッパルコス衛星による精度の高い観測により、約1400光年の距離にあると考えられている。LBV のような例外的に明るいものを除けば、として、 最大級の明るさを持っており、銀河系のかなり広範囲にわたって肉眼視が可能な星である。デネブが1日で放射するエネルギーは太陽が140年かけて放射する量に等しい。デネブは1年間に太陽質量の1000万分の八を失っており、約100万年で太陽質量を失うことになる。構成進化論に従えば、数千万年後には赤色超巨星を経て、 超新星爆発を起こすと考えられる。バイエルフ号では、アルファーシグナイ。かた有名のデネブは、アラビア語で、メンドリのを意味する、ダナブアドダジャージャという言葉の中のを意味する語、ダナブに由来している。デネブという言葉は、白鳥座アルファー星の他にも、クジラザイイタ星、イルカ、ザイプシロン星よびはシザ、イプシロン星など、動物の星座の王の部分の星にも使われることも、 あったが、2016年6月30日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループは、デネブを白鳥座アルファー製の固有名として正式に承認した。他の星座の同盟の星と区別するためにデネブキュグニと呼ばれることもあった。また、アディデットという名前で呼ばれることもあった。これはアラビア語で、 乗り手の後ろに座っているものあるいはターンに、続くものを意味するあるリットフに由来している。天の川の中に見える星であることから、岐阜県伊比郡伊比川町、谷組や京都府宮津市の天の橋立などで、天の川星という和名が伝わっている。また、七夕に遅れて登ってくることから、京都府京丹後市の一部では、古七夕、下手の七夕、舞鶴市では、七夕の後星。 福井県鶴ヶ市では、あと、七夕などとも呼ばれていた。ありがとうございます。